どうも皆さんこんにちは、プリッツです。ということで僕の夏休み3の2日目やっていきたいと思います。のんびり見ていってください。お、始まりましたラジオ体操、やっぱりあるんだ。でもね、昔から思ってたんだけどね、振り付けがねちょっと違うんだよね、僕夏のラジオ体操ってなんかめっちゃ省略してるよね。別にいいんだけど。あ、赤ちゃん背負いながらやるんだ。富士山じゃなくてなんていう山だっけ、あれ忘れちゃった。いい女の子が生まれたね。え、生まれたの牛、うん、子牛の足がピクピクしてる、足がピクピクしてる。名前どうしよう。おめでとう。親の名前がリボンで、うん、リボンの子だから。いや、牛にリボンってつけるんだそもそも何、コリボン、イカ飯、スペシャル牛牛号。あー、リボンの子供だからコリボン、イカ飯。ここら辺マジで意味わかんないけどね。うん、まあ、多分いつものノリならこのスペシャル牛牛号にしてるんですけど、ここはあえてコリボンにすると見せかけてスペシャル牛牛号です、ね、いい名前だ。はい、いい名前だ。じゃあ僕くん、せっかくだから長いな、スペシャル。夏休みの間この子牛の世話係をやってみる。お、やるやる。いいの。そのバケツみたいなやつでタンクから牛乳を汲んでくるんだ。なるほどなるほど。うんうん、それを子牛にあげればいいんだよ。相手は生き物だからね。毎日忘れずにやるんだよ。これやらなかったら死んじゃうよね。大変なことになった本当に大変なことになっちゃった。赤ちゃん牛のミルクバケツを手に入れたと。お、美味しそう。朝食めっちゃごちそうだな。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。釣り竿を玄関横に出しといたよ。お、マジで。魚釣り、魚釣りできるんだ。夏休みの間好きに使っていいからな。優しいおじいちゃん、ありがとうな。でっかいのを釣ってきたら料理してあげるからね。あ、そうそうそう、これね、自分で釣った魚をね出してくれるんだよね、料理して。なんていいお母さんなんだ。食パン1個残ってた。これって魚の餌になるのかな。あー、食パン、え、食パンって餌になるんだ。わかんないけど俺。とりあえずまず釣り竿かな、釣り竿をちょっと探しに行こうかな。ここら辺は別に何にもないかな。机別に触れないよね。こっち、こっちはあれか、寝るとこか、押し入れね。あ、ちょっと今日もちゃんとおばあちゃんに挨拶しとかないと。チーン、おばあちゃんおはよう。よし、玄関って言ってたよね。こっちかな、この下かな。ここにもなんか書いてんだよね。あ、寝る前にお風呂の火を点検する。あ、ここでお風呂入れるんだね。そう、昨日、あ、そうそう、昨日ねお風呂入るの忘れてて僕くん昨日さ、新幹線か電車かでめっちゃ長旅してきたのにさ、お風呂に入らずに寝てたっていう衝撃の事態。洗濯機が動いてる。止めていいのそれ。あ、黙ってつけたお風呂入れるのかな。ピカピカに磨かれたお風呂場だ。浴槽の横に大きな釜がついてる。これが火なんだ。あ、今は入れないっぽいね。ゴミ箱とかになんか入ってそう。やっぱりな。ジェットサイダーの王冠。よくあるね、これ。いや、嬉しそう。嬉しいんだね。よし、ちょっと釣り竿を探しに行こう。どこだろう、釣り竿。ここはなんもない。あれ、こっちじゃないのかな、玄関って。そう、あとさ、虫網とかって、あー間違えた、釣り道具。今日あれかな、じゃあ釣りをするのかな。この蛇口何回せるの。あ、お水あげるんだ。うんうんいいことしたみたいな。おー、すごい鶏って、もしかするとクワガタの木かな。え、クワガタとかいるんだ。あのね、僕夏4でなんかクワガタとかをね戦わせるなんかミニゲームみたいなのがあったんだけど、その中でねカブトムシがもうダントツで強かったんだよね。何かいるかな。
やったね。一発目一発目で出る。やった、買うよそら。ノコギリクワガタのあーそうそう、なんかね僕夏方でもノコギリクワガタがなんかノーマルというかなんか一番普通のクワガタみたいな扱いされてたけど、ノコギリクワガタ結構珍しいと思うんだけどな。出していいのかなこれ、出しちゃったけど。ひよこさん、ほかほかの産みたて卵、あいいんだそんなのもらっちゃっていやおじいちゃんたちびっくりしない？大丈夫？卵ないんだけどみたいな、今日卵産んでないんだけどこいつらみたいな、ならないかな。ちょっと待って、その前にちょ釣り竿をとりあえずゲットしたいな。虫網ってどこにあるんだろう、自分で探すのかな。あ釣り竿あったんじゃない、これのこと。おやった、釣り竿を手に入れた、これで魚釣りもバッチリだ。やったぜ、うんうん、虫網欲しいんだけどな。どっかないんかな家の中に。夏だというのにスキーがある。赤い大きな道具は冬の雪よけに使うものらしい。なんか緑の部屋とかにない？あ、触っていいのそれ。かなり古い日記がある。どうやらこの場所に住み始めた頃のものらしい。読みたいな。どんな日記書いてるんだろうね。わあ、かわいい服だ。かわいいワンピースだ。赤いワンピースがある。ちゃん付けなんだね。お、なんかある。もらっていいの？それ。絶対それ緑ちゃんのだよね。ゴミ箱とかにさ入ってたやつならさ取っていいと思うけど緑の部屋にあったやつなら取っちゃダメだと思うんだよな。すっごいなこの子。虫網はないのかな。これマップみたいなんて見れないっけ。マップ見れるのかな。着替え、マップはないのかな。とりあえず釣りに行こっかな。じゃあセミの声がリアルあ、せっかくだからここ使おうかな。草滑りをしよう。イエーイ、もう毎日の日課だからね、毎朝の日課。あ、こうやってやればいいんだ。これさ自動で開くのちょっと怖くない？あの編集してて思ったけど、あここ行けるようになってるじゃん下。おすごい、ここ初めて。あ誰かいる。おじさん何してるの？もしもし。こんにちは。こんにちは。一句できたべ。おじさんここで何やってるの？俳句のこと？俳句を作ってんだわ。俳句を作ってるんだね。花の丘。はい。かけっこしたっけ裸足の季節。友蔵心の俳句。あ採点するんだ。まあ、最初だからね、最初だからやっぱ。あ20点で。こりゃ随分と厳しいな俺は厳しいからな。あのトラックは俺の商売道具さ。朝と夕方に牛乳を集めて工場に持ってくんだわ。なるほどね。集荷は朝早い時間にやるんだ。早朝に農家から集めた生乳をすぐに工場へ運んで、午前中の仕事はそれで終わりさ。そうなんだ。夕方も6時くらいから集めて、それもすぐ工場へ運ぶんだ。楽じゃない？そんなことない？このトラックの上は空っぽってわけ。なるほどね。なんか怪しいな。じゃあおじさんは昼の間いつも暇なんだねそういうこと。そんなこと言うなよ僕くん。もう一句できたべ。マジで今の情報でできる？イワシングも焼いて食べたら美味しそう。全然関係ないな今の会話と。うん、これも20点だわ。全然関係ないもん。こりゃ随分と厳しいなねえ、ヒロミって誰のこと？確かに。俺の名前だべさ。男でヒロミって言うんだ。おじさんにまだ何か用あっかい？虫網くれよ虫網。あ、トラックに乗せてよとかできるんだ。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。あ、いいのいいの？なんか知らないおじさんについて行っていいの？大丈夫なの？現代だったら大問題になると思うけどね。まあいいか。ありがとうおじさん。あ、連れて行ってくれた。あ、これさっき一瞬来たとこだよね。どっか行っちゃったけど。え、ってことはさ、さっきなんか橋の上にトラックあったけど、あそこ通れるようになったってことだよね。あ、小学校じゃん。すごい、立ち、ん？え、話、読めないや。よいしょ。どうやらこの向こう側には学校があるし、行けないのかな？行けないんだ。
なんかいい味出してるねこの学校こっちは学校なんだね。あ、通学路なんだここは。あれ、この木ってもしかするとクワガタの木かな。すごいよね、一目見ただけでクワガタの木って判断できる僕くんの能力。何かいるかな、何かいるかな。何もいないや、何にもいないや。そう、基本的にあんまり出ないんだよなクワガタとかって、珍しいもんね。橋が壊れて渡れない。多分レンガが5個あればなんとか直せるはずなんだけど、レンガを探してこいってこと？こっち行けないんだね。お、あれ、あれ、ユウト、お前誰だよ。こんにちは。そんなきつく言わなくても。なんで俺らの遊び場によその子を連れてきちゃうわけ？私のせいじゃないよ。まあまあ、みんな仲良く。やなこった。なんでそんな毛嫌いしてるの？そうだよ。うん、ニャイクってニャイだろ。なんでナイチを知らねえんだよ。冷静なツッコミ。落ち着いて。夏休みの間ずっとこっちにいんのかい？そうだよ。僕レって言うんだ。よろしくね。レよろしくな。ハヤト、勇ましい人って書く。あ、ハヤトって読むんだ。ユートって呼んでた俺。彼女もナイチから来てんの。ミチちゃんね。僕と同じ。でもミチは去年までこっちに住んでたからちょこっと違うんだわ。なるほど。ちゃんと配置につくんだねこの後僕夏あるある。ハヤトにレイにミドリにミチちゃん。あ、虫網持ってんじゃん。くれよこれ、貸してくれよ。けっ、都会っ子だからって言い振りこきやがって。なんだそれ。お前何しにこの町に来たんだよ。何しにって言われても。じゃあ俺の子分になれ。子分、なんだそれ。子分いいや、うん、子分いいや。ねえ、僕内地から来たのって聞かれたけど、内地って何？え、本州とか九州とか北海道以外のことだべさ。じゃあなんで内地って言うの？悪いけどそこまでは知んないよ。ま、他にもわからないことが出てきたら遠慮せずに僕に聞いてね。優しいねレイ君。緑がさ、もっとなんか仲良くしてくれればもっとなんか輪に入りやすいのに。ここにいる子たちはみんなお友達なの？そうだよ。レイ君だけ6年で、他の2人は私と同じ4年生。みんな4年生なんだ。みんな花歌小なんだ。花歌小学校って言うんだねあれ。花歌花歌。なに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 、いらん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 、いいいいいい、イエーイ。じゃんじゃん、名曲だ。やば。でも道だけ去年引っ越しして内地の板橋区なんだわ。そうなんだ。ゴム飛びしよっか。ゴム飛び、音のタイミングを覚えるゲームです急に。いいけど別に、一緒に遊んでくれるなら嬉しいけど。え、じゃあちょこっとゆっくりやるからね、うん、タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押すんだよ。急に丸ボタンの話しだすの？ OK だけど、タンバリン合わせて1、2、3、いくよ、はい、え、はい、え、あり、な、なに、はい、あれ、え、ちょっとめっちゃむずい、ちょ、難しい難しい難しい、あり、あり、あ、や、ちょ、はい、はい、はい、オッケーオッケー、うまい、あり、わあ、完璧だわ、やっぱセンスあるのかな。あ、そうだ、私が見本を見せてあげよっか。あ、いいです、せっかくだから見せてもらおっか。じゃあ見ててね。頑張れよ。1、2、3、はい。あ、急に終わるんだ無言で。なんか上手だねとかそういうのもなく。なるほどねなるほどね、でもないけど。 こんにちは。みちちゃんこんにちは。みちって今は内地に住んでるんだぜ。分かってる分かってる、聞いたよ。去年までは近所に住んでて同じクラスだったんだ。知ってるよ、みどりちゃんから聞いたもん5秒前に聞いたからね。去年の夏、内地の夏は暑いから大変だったんだって。君ってこの子のことずいぶん詳しいね。ん、もしかして、ん、あれあれ、もしかして、あれれ、え、あ、しかもちょっと待って、夕方なっちゃったね。
なんだろうここ。え、秘密基地じゃん。秘密基地じゃんこれ。え、虫交換ノート、あ、ちょっと待って、なんか、え、取っちゃダメダメ、絶対ダメそれ絶対にダメ、ハヤトくんのやつそれ。いやいやいや、そんな嬉しそうな顔しちゃダメダメダメ、絶対ダメだと思うよ。嫌だな俺、自分のなんか敷地みたいなのがこんな見知らぬ都会っ子に荒らされたらきついな。あ、ここで勝手に俺らの秘密基地に入んなよ。ごめんなさい。何これ、見つかっちまったぜ。堂々と置いてあるからさ、見つけちゃったよね。それが秘密基地の秘密さ。どうだ、すげえだろ。ここで虫を戦わせてんだ。虫が あるんだ、この僕夏にも。この土俵に置いて勝負するのさ。これマジでカブトムシが一番強いからね僕夏4の時だけど、僕夏4ではね、カブトムシがマジでダントツで強いんだよね。なんかみんなクワガタで戦うんだけど。虫かごから取り出して右側の土俵に置いてみるべさ。はいはいはい、真剣勝負だからな。じゃあちょっとノコギリクワガタ持ってるから使おうかな、出す。よいしょ、これでコンクを流せばいいんだね。よいしょ。いや、メスだからね、相手メスだから勝てるでしょさすがに。頑張れ頑張れ。めっちゃ泥じゃい。これ待って、スタミナ的に負けちゃうんだけど。すみません、やめてください。頑張れ頑張れ頑張れ、いけいけ。お、負けちゃったしや。すくい投げ、ありがとうございます。次は僕の番だべさ。いや、いいいいいい、無理無理無理、そんな強そうなやつと戦えないよ。あ、でもさ、俺の方がなんかサイズでかくね。ちょっと背中めっちゃ限界まで押して、よいしょ、技を決めてくれ。僕の勝ちなんだわ。スタミナで負けちゃいましたね。いやー、でもこれできるの嬉しいな。結構楽しいからねこのゲーム。したっけしたっけ、バイビー。したっけしたっけって何、何何何、急に。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。ありがとうな、わざわざ僕くんのためだけにここに来てくれたからね、優しい。ちょっと待って、俺さ今日魚釣りしたかったんだよ。あ、ここでできるのかな。もう夕方だからね、ちょっと早いとこ魚釣りしたいんだけど。こうボートがある。あれ、この船は誰のだろう。船に乗ってみたい、そう思ったが動かし方がわからない。まあそりゃそうだよね。あ、ここで釣りできるじゃん、すごい。このボートも多分後々乗れるんだろうね。じゃあちょっとせっかくなんで、とりあえず釣りをしようかな。仕掛けで、なんかさっき食パンみたいなの持ってたよね。あれ使えないのかな。あ、違う、あれは餌か。キャスティング、これでいいの、来るかな。いや、てかやり方全く分かんないんだけど、大丈夫かなこれ。全然来ないですま、全く引っかからないんですけど、全然来ないんだけど大丈夫。いや、ダメだね、結構待ってるんだけど来ないね。仕掛けとかが必要なのかな、やっぱり。うん、まあ釣りはいいかなんか普通に釣りとかじゃなくて、ちょっと冒険したいよね。まずはいろんなところを。下こっち何なんだろう。あ、すごい、結構奥まで行ける。あ、ここら辺だったらできるんじゃない。てか蝶々いるのにマジで虫網どこでゲットするんだろう虫網、あ、ここで選べるじゃん。食パン、いや、まあいいか、食パン使うか。食パンで来るのかな。一応いるんだけどな、魚屋見えてるんだけど。ダメだ、全然来ない、マジで引っかからない、ダメだ。多分餌とかの問題なのかな、そういうこと。もしくは俺がマジでついてないだけかなっていう。あー、そろそろおじさんが迎えに来そうだな。僕くん6時だよって。あ、時計とかってあったよね確か。時計とかがあればね、そういうのも考えながらできるから便利なんだけど。え、すごい、なんかトンネル怖いな。怖い怖い怖い。いいの、こんなとこ人、こんな笑顔でここ走る子いる。桃のっぺトンネルって言うんだ。へえ。
え、結構奥まで来たけど大丈夫？帰れる？あ、すごい。この木ってもしかするとクワガタの木かな。周りにどんな新しいものが見えようともクワガタの木を先に見つける。何かいるかな。僕くん。エゾヤマグラ。ノコギリクワガタのメスなんだ。なんだろうこれ、なんか喫茶店的な違う？あ、違う、これあれか、戻ってきたのかな、お家に。あ、戻ってきてる。あ、ちょっと待って、これレンガやん。やった。これあと4つでさっきのとこ行けるんだよね。忘れてたけど、レンガも探したいね。なるほど、ちょっと一回戻ってみようかな。そろそろ捕まりそうだけど、お父さんに。この下も行けそうなんだよね。お、すごいすごい。お、ここにもあったんだ、ジェットサイダーの缶。お、すごい。あ、ここで釣りできる。まあさすがにここなら釣れるんじゃないかな。さすがにね、ここまで来たんだから、もうさすがに釣れないと困る。もう一生釣りはしねえや。すごい。大丈夫？びっくりした、急に。やばいやばい、ちょっと待って、これどうやって操作するんだろう。おー、すごいすごいすごい。潜れるんだ、すごいな。でもこれあれだよね、酸素が足りなくなっちゃうからちょくちょく上に戻りつつっていう。結構深いところまで行けるのかな。なんかね、下の方にね、結構レアなアイテムとかがたまにあったりするんだよね。あ、ちょっと息が。で、これってさ、魚手で掴めたりするのかな。これここに泳いでる魚、えいえいえい。一生取れる気しないこれ。あ、でもここら辺ならえい。あ、これは取れないのかな、ここら辺の人たちは。人じゃない魚。やばいやばいやばい、息が。これこれこれ、これなんだろう。あ、ジェットサイダーのね。で、アイテム見つけたら酸素が回復するというね、謎の謎のシステムなんですけど。てかゴーグルどこから持ってきたんだろう。サムライ牛乳。ゴーグルどこにあったんだろうね、普通に思うけど。あ、これさっきのボートのとこじゃん。すごい、この視点からも見えるんだ。やばいやばい、なんか挟まってる。やばい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばい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 、危ない危ない危ない。難しいんだよな操作が。またジェットサイダーね。50個集めたらなんかなるのかな。めっちゃめっちゃ見つけるやん、すごい。あ、こっから上がれるかな。あ、なんかある。ジェットサイダー、ジェットサイダー、見なくてもわかるジェットサイダー。ジェットサイダーってなんかジュース飲みたくなってきたな。普通に美味しそう。あれ、これ、あ、上がれない感じのやつかな、もしかしてこれ。あ、登れるんだ。オッケーオッケー。あ、だからここから飛び込むこともできるんだね。ということはレンガってどこにあるんだろうね。あ、てかこっちは、あ、上か。なるほどね。ずっと遊んでる。このさ、レイくんさ、小6に見えなくない？大学生に見えるんだけど、俺だけかな。こんなところにいたんだ。うん、見えないおじさん、びっくりした今。クワガタの木が喋ってると思ったらクワガタの木に隠れてたわおじさん。僕、友達ができたんだ。そうなんだよね。そうなんだ。ハヤトとかレイ君とか、あとミチもいるよ。仲良くしてね。みっちゃん東京から戻ってきてんのかい。うん、夏休みの間だけ雪のないの沢の方に住んでるおじちゃん家にいるんだって。短い間とはいえ親友が帰ってきてくれて嬉しいな。うん、じゃ、いただきます。
ただきます。お父さんだけご飯めっちゃ多い。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ところで僕くん何か忘れてない？お風呂入ってない。宇宙四号の世話ちゃんとやった。ごめんなさい、忘れてた。そんなことじゃ大きくなってもこの牧場では雇えないんだわ。ごめんなさい、1日目初日から忘れてた。ごめんなさい本当に。いや俺こういうのマジで気にするタイプなんだよな。なんか優しく言ってくれるからこそ逆に怖いというか。多分さ時計がどっかにあるんだよね、あるはずなんだけど、パクれるんだよ。どっかから。押し入れだよね。さてこれテレビだよね。ひなたちゃんおねんねしてるの？パイ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 。すごいな、この年から下ネタ言うようになっちゃったか。この人たちいつも同じ飲み物飲んでるな。ねえおじいちゃんも酪農をやってたの？さあじいちゃんはもともとこの牧場の主さ。そうなんだ。今はおじちゃんがいるし、だんだん機械も増えたから昔より少しだけ楽になったんだ。だから普段は農協や町営牧場の仕事を手伝ってんだ。大儲けだな。つまりおじちゃん、おじちゃんも北海道で生まれたの？おじちゃんは僕くんのお父さんと同じだよ。東京？こっちで生まれたんだ。こっちに来たんだよね。なんで北海道に来たんだろうね、わざわざ。あ、ちょっと待って、今日こそは俺ちゃんとお風呂入るから。今日こそはお風呂に入る。ここ、ここ何？トイレね。生々しいな音が。これ何回でもいけるやつ。これすっごちゃんと出てる、すごいな。2秒前におしっこしたのに。お風呂は確かこっちだよね。あ、一応お母さんに喋りかけとくか。おばさんに。おばちゃん、何してるの？何してるの？これはうちの家計簿や牧場の帳簿をつけてるんだ。帳簿？そうよ。いくらお金がかかって、いくら収入があって、いくら損したのかってことを計算してんだわ。おばちゃんって真面目な人なんだね。うん。似た者夫婦って言葉があるけど。うちは似てないね。おじちゃんなんか一回もこういうことしないし、考えてくれたこともないんだよ。そうなんだ。じゃあ僕が代わりに考えてあげるよ。優しい僕くん。それは頼もしいね。俺に任せろよ。オッケー、じゃあちょっとお風呂入ろっかな。入れるよね多分。みどりちゃんと一緒に、みどりちゃんと一緒に入りたいな。の方法とか考えてないですからね。うん、勝手につけていいの？安定に勝手に切るっていうね。すっごいな。お風呂に入ろう。オッケー。おおすごい、ちゃんと入れてる。俺もこの入り方しようかな。この左右にゆらゆら動いてこうやって。あ、服はそのままなんだ。パジャマとかないんだね。こっちなんだろう。あ、ここ来てない。あ、時計あるじゃん。これ取れるんじゃない？時計があります。借りますか。よっしゃ、あったあった。しばらく借りることにした。帰るまでは返さないけどね。ここで時計が見れるようになったと。あ、今10時前か。これ何時だろう。11時になったら寝るんだっけ僕くんって。一回移動するために10分ぐらい動くから、それをちょっと気にしながらね帰らなくちゃいけないんだけど。一回何時まで起きとけるのか数えてみるか。今多分ね11時だったと思うんだよな。11時ぐらいのはずなんだけど。お外は何にも。あ、こっち来たこと、あ、来たことあるわ。あ、来ちゃったね。11時になったのかな。ボクくん、絵日記書いてお休みなさいしよ。うん、ばちゃん、おやすみなさい。おやすみなさい。いや早いな、なんかめっちゃあっという間だった今日。絵日記書いて終わろう。ミッチー、みどり、レイ、ハヤト。ハヤトの顔だけさちょっとなんか悪質じゃない？そんなことないかな。こっちに友達ができたんだ。みんな明るく仲良く楽しそう。僕の子分にしようかな。逆に子分にしてあげるっていうね、サイコパスな考え方。
はい、ということで2日目が終わったんで今日はここで終わりにしたいと思います。また明日も見てください。ということでプリッツでした。バイバイ。